できていなかった部分というのはたくさんあったなというのを感じておりましてですね、直接その高橋ユーストリーム見てますよという方と握手してですね、直接会えたということが僕の中ではすごく大きかったなと、ね、今もこの話をさせていただいて、ちょっと、すごくすごく良かった。えすごく良かった。今喋ってたんですよ。真面目だ真面目だ。すごく良かった。これは真面目だ。まあまあまあ、みかんのこれは真面目真面目。ちょっといや、なんで急に一緒で聞いてましたけど、え泣きそうでした、僕は急に現れて、さすが高橋優、こたつ持ってきてくれたじゃないですか。そうですよ、はい、今日はこたつと、この高橋優ストリームでこたつ登場したの初めてですよ。というかゲスト登場したの初めてです。イエーイ。いや、本当に感動しましたよ。ね、すごい。タケロ腹減ってんでしょ。僕、みかん食べてみかん食べてんじゃん、はい、食べてください。いやすごく良かった、本当に。いやなんかこう、この場所もあるけど、すごいよね。なんかいい場所だね。ぐわってくる、声とかが。やっぱり最高。久しぶりじゃないですか。いいじゃないですか。いや、ありがとうございました。弾き語りで元気ですか。元気だったよ、僕は。本当に久しぶりだからね。本当に久しぶり。最近全然連絡くれないから、もうなんかあれかなと思って、ああ売れちゃったのかなみたいな。そうだね、本当に。何を言ってるの、何を言ってるんですか。手の届かない存在は誰なんだって俺じゃねえだろう。手の届かない存在の写真を来ちゃったじゃん。何言ってるんですか、そんなことないですよ。じゃあちょっと紹介しましょう。あ、今日は、高橋ユーストリーム新年会ということで、初のゲストです。イエーイ。しかも2人。イエーイ。こんなね、高橋ユーストリームで僕以外のとこから拍手起こったこともなくない、今までありましたっけ。いつもより多いぞ。知ってるんだけど、すごいさ、お客さん見てくれてるんだけど、直接反応がないから、空気感がシュールなんだよね。そう、シュールすごく。でも難しいんですよね。そう一応ね、これ見えるかい。研究してきてる。パソコンあるんですよ、本当だ。これほら、今皆さんがつぶやいてくれてるのがあって、まあ、高橋ユーストリームは基本ずっと一人でやってきたから、はい、そのここでは一人だけど、こう見てくれてる人たちと、ね、絡んでやっていきますよっていうのがテーマなんで、まあ今日ゲストで来てもらったけども、まあ二人も自己紹介して。あ、そうはい、まずはい、一人ずつ紹介していきましょう。はい、まずはワンオクロック、はい、ボーカルのこれこっちですね、タカ君でございます。どうもこんにちは、タカです。よろしくお願いします。タカちゃん、はい、はい、そして、カメラさん映してください、こっちですよ。あ、はい、佐藤健です。佐藤健君でございます。すごいね。いいね高橋ユーストリームに何かこう花があるね。花っていうかね、光が差し。いつも一人でやってるんですか。そう、いつも一人でやってる。一人でどんなことやってるんですか。一人でいつもやってることっていうと、まあ、今みたいにこう歌わせてもらったりとか、あとはなんかその、まあ、去年僕がツアーやらせてもらったやつの映像をなんか、みんなで見たりしながら、あの秘蔵映像みたいな、そのツアーの移動中に起こったエピソードみたいなのを撮っておいたやつとかをみんなで一緒に見て笑ったりとか。前回かな、クリスマス前にやったことがあって、で結構その高橋ユーストリームをクリスマス近いからね、カップルで過ごしたりする人たちも多い中で、高橋ユーストリームを見てる皆さん、もしかしたら今年のクリスマスはそういうなんか浮いた噂ないかもしれないけどいいじゃないかみたいな感じでこう励まし合ったりとか。なるほどね。それで僕が一番励まされたんだけど。傷の舐め合いをしてたわけね、ここでね。傷の舐め合いって言い方が悪いけど、ね、傷の舐め合いですし、そういう素敵な舐め合いをしてたんです。でも、ね、この3人で仕事してるってなんかちょっと、いや、ちょっと、ね、ちょっとね、若干気持ち悪い。気持ち悪い。今までで一番緊張したもん、僕。ねえ、なんだろう。それなんかまだゆうくんは、なんか、そうだね、キュート、まあ、ドラマね、やってましたもんね。それでまだね、やりましたね。仕事でも何回か絡んで、はいはい、けど、タカは、本当に、本当謎。すごい、不思議な感じ。そうでしょ。俺もこの2人はなんかね、こういうところで見ることないから、初めてね、ご飯とかしょっちゅう行ってるからさ、そうだね、もうなんならほぼ毎日一緒にぐらいだから、うん、全然あれなんだけど、さっきまで普通だったんだけど、うん、始まってこうカメラの前に座るのはなかなかね、ちょっとなんかね、難しいよね。どうしていいか分かんない俺今。だから一応
僕が中心で回らなきゃいけないと思ってるんですよ、うん、だって僕はそれをそのドラマであの佐藤健君とね絡んだこともありますし、そうです、ね、バンドでほら対バンとかでさフェスでまあ一緒に、ね、そうなってますから音楽つながりで高ともなんかいろんな現場でも多分分かんないけど、うん、この2人が初めて会った時多分俺があれしたよね。そうだよ、そう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 、だって2人を合わせたのは佐藤健君、そう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 、なんでだキューピッド、キューピッドなんだ、いや僕が、まあ、ワンオクロックのライブ見に行ってでなんかそういうその時に一応なんか連絡先とか交換したんです。した。あ、そうだ。そう、うん、だけどやっぱご飯行ったのか。そうそう、ご飯は行ったことなくて、うん、本当交換しただけだった、うん。ミュージシャン同士って絶対行かないよね、そんな急に。行かないよ。誘われたもん。俺もなんかちょっと怖い。え、そう高あるんじゃないの。いやいや、俺最初は誰かを通さないと基本的には仲良くなれないんでね。あ、ガチで急に2人でとかは。無理で、何しろ。いや、俺もない、ね。そうでしょ。全然ない。で、なんかその。ドラマのこととかがあって、うん、あのタケルとなんかこう喋った時にワンオクロックのタカとはよくご飯を食べてる、うん、で、二人で僕の曲を聴いてくれてるみたいな話をしてくれ て、うん、じゃあっていう話になったんで、そうですね、そうですよ、二人合わせて本当ですよ、そうそうそう、もうすいませんね、なんかありがとうございます、もうでも俺知ってるんだよ、なんか俺いないとこでなんかやってたでしょ、何前になんかやんなかった、やったでしょ、生放送みたいな、やったっけな、いや、やったっけ？だからその、やったっけ？やったよね。だからまあその時はユーストリーム、その時は僕のあのユーストリームの、まあ、ね、うちらのアルバムを発売したタイミングでね、呼んでもらって、おかしな話と思ったもん。いや、すいませんね、ちょっとね、なんか うちいっぱいいるからさ、メンバー。そうだよね。埋もれちゃうかなと思って。埋もれちゃうかなと思ってね。わかる。やっぱこうなんかね、ギター一本持ってくるとなんかセッションとかできるよね。あの時も面白かったよね。面白かった。僕も呼んでもらってすごい嬉しかったんだけど、なんか一応なんか少しでも長く映るようにしてくれたみたいで、うん、高野に、うん、別のゲストと喋ってる最中そんなこと今言わなくていいんじゃないのそんなことはね、いやいやいや、まあそうですけど、ずっとベンチに座ってなんか2人みんなが喋ってるとこ見てたっていう、ね、それも映ってたみたいな、うん、面白い試みですよね、うん、あれはあれ。いや面白かったです、はいはい。まあ、この3人でやっていこうかと思うんですけど、まずは、はい、せっかくこの3人が集まったので、もうこれ今コーナータイトル言いますね、はい、マジですか、うん、リアル佐藤健、リアル高、リアル高橋優っていうのをやりたいよ。お、みんなが知らないであろう、あの実は健くんってこういう人なんだとか、実は高ってこうなんだよねとか、うん、実は高橋優ってこんなやつなんだぜみたいな話を、いいですね、多分その本一応本人を目の前にしてそういうことを喋ってくるみたいな、まあ、これは仲がいいからこそできるみたいなとこありましたね。誰から行くじゃん。一応あの台本で行くと、あのタケルをまずは語る感じになる。僕ですか、うん、いいですよ。でも実はタケルってっていう話だったらやっぱタカがあれなんじゃない。まあそうだね、うん、まあ、タケルはですね、うん、非常に頭がいいんですよ。そうなんだ。知ってる。本当に頭がいいんです。なぜ、うん、いやなぜっていうか頭いいでしょ頭いい、めっちゃ頭いいんだけど、いいしてないよ。実はすごくあのピュアすぎるんですね。すごくピュアなんです。あのね、ちょっとこう男の子、もちろん男性だし、いつも普段はめちゃくちゃかっこいいんだけど、ふとねこうなんて言うんだろうな、女性的な部分を持ってるんですよね、珍しく。繊細というか、そういう瞬間がねこう接してて結構あって、なんか実にこう。なんか両面持ってる人ってピュアじゃん結構、ね、でもその女性的なのは多分タカの前だけだよ。何それ、ちょっとやめてやめてその俺ちょっと俺やきもちだ、うん、すごい、すごいやきもち焼いちゃうよね。俺を差し置いてそういう感じだよね。いや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 、俺の前ではどうなの。ゆうくんの前では普通ですよ、うん、それも俺普通の自然体。誰の前のそう嘘偽りんだろ、そう、うん、タッカーの前ではちょっとね、うん、なんだろうね、あの俺本当に思うのがライブとか見てる時にはいはい、はい、あの分かる、タッチで何タッちゃんを応援してるみなみちゃん、あタッチねとか、そう、はいはい、ルーキーズでアニヤを応援してるトウコちゃん、なんだろう、だからエースをピッチャーを応援してるマネージャーの気持ちなの俺。あ、なるほどね。タカのライブを見てるとき、わかる意味。今わかります、わかります。ちょっとおかしいでしょその。興味なさそうな、やばくないですか。いいから嫉妬してると思うよ完全に今これ。とね。そのいい。
MC だよ、気持ちよ興味持とう持ってるって言う、持ってるあー、そうなんだ、はい、違う違う違う、びっくりしたい、いいから、話してそれ で、そう、だから、はいはい、そうなんか、うん、そういう乙女じゃないけど、うん、そういう感じなんだと思う。あ、なるほどね。へー、それを知ってるのは俺だけか。そうだねひどいよ、今でもそれっていうのは、あれでしょタカがそういう、やっぱなんかこう惜しいっていうかさ、そういう魅力があるっていうことになってくるでしょ。なんなんだろうね、でも好きなんだろうねタカのことがどうか、うん、ゆうくんね、俺を差し置くなよ。ゆうくん、ゆうくん、俺わざとだからね。え、こう番組面白くするためにわざと言ってるから。いや、そんな違うじゃん、ほんとじゃん。俺気づいてたもん、それ。ほんとにすごい、ね、2人がすごい、2人がすごい仲いいのを知ってたもん、ね、そのゆうくん、かわいいな、ほんとですよ。ほんとにルービックキューブが得意じゃないですか。はい、っていうことをなんか、なんかのプロフィールに書いたでしょ。書いた。そう、僕それを読んでて、うん、で、最近全然会えなかったじゃないですか、うんうん。まあ、タカともタケルともしばらく飯を食ってないと、ない で、 ね、うん、でも、なんかこう、つながってたい、うん、なんかこう、2人が得意なことを俺もやってみようかなみたいな、うん、なんかあって、うん、で、ルービックキューブ得意だっていうのを書いてたから、うん、買ったんですよ、ルービックキューブを、うん、それでやったんだけど、全然うまくいかなくて、うん、あ、タケル君って頭いいんだなって。それさ、ちょっと待って、その話全然つまんないでしょ、それそれ全然つまんない、今超適当に言ったでしょ、今この流れを断ち切るために本当の話なんだ、本当そう、本当本当やったの、唐突だった。あ、そう、そうそう、あれだって6面全部合わせられるんでしょ。あれやり方があるからね、誰でもできる。めっちゃ愛してるよね、YouTube の。そうそうそう、ね、目隠ししてやる人とかもいるんですよ。違いだよね、それダメだ、あんまり言うこと言ってダメだった。ピースみかん食ってもいいけど、みかん食べてもいいけど、いろんな人見てるからね、これ。どんだけロックだから、モナルは守れよ。すいません、はいはいはい、じゃあ次行こう、次次、じゃあ次は、じゃあ俺は実はタカって、はい、はい、実はタカ、もうだって、もう今だってタケルの話したのにタカの話になってきてるからね。そうだね、うん、でもそうだね、言ってよ一応。いや、俺はもう本当に、まあ、月並みだけど、うん、ついていきたくなるオーラを出してると思う、やっぱり。すごい、あ、応援したくなるし、ね、なんかそういう完全に完璧な男だったらまたさ、うん、そのなんかもうほっときたくなるじゃん、うん、どっかこう助けてあげたくなる部分も兼ね備えつつ、うん、だけどなんかそのしっかりこうなんかカリスマ性っていうかさ、うん、なんかこう 光りまくってるじゃないですか、オーラが。カリスマ、いやいや、何言ってんすか。バーンってもうね、タカリスマ、タカリスマ、何もいい、そういうの言ってみたら、もうツイッターあれだぜ、みんなタカリスマって書くぞやってタカリスマだってね、これうまい、タカリスマだそうですよ、皆さん、タカリスマですよ、タカリスマ、ありがとう、ありがとう、美味しい。あるよね、でもそれ別に実はじゃないよ。あ、そっか、みんな知ってる、やっぱ月並みですよね、月並みです。だって実はね、じゃあしゃべってください。俺超あるよ。何ですか。でも俺わかんない、タカが、うん、あのファンの前ではどういう感じでいるのかが知らないから。だってライブ超見に行ってるじゃん。ライブとはまた違うでしょ、なんかさ、うん、でも結構普通ですよ、このまま。はい、マジですか。あんまりなんだろうね、カッコつけられないんだよね、その素の状態で、うん、恥ずかしくなっちゃう。素の状態がかっこいいんだよ、だから、つまり。何それ、ちょっと今日俺のじゃ日じゃないからさ、やめて、なんかなんかちょっとクソ照れるし、手とか震えてくるからやめて、本当に恥ずかしいわ。俺知ってるよ、あの弟、俺やん。ああ、ひろき、うん、うん、弟ともペパってるんですけど、はい、いい、いいよ、全然話していいよ。もうめっちゃツンデレなの。だって弟ですよ、うん、タカがひろきに、うん、弟に、うん、とんでもなくツンデレなのこの前俺マジ焦ったのがいやいや、結構なんだろう、兄弟なんだけど主従関係じゃないけど、なんか弟は高弘のことをすごいもう崇拝してるの、うん、なんかもうね、うん、お兄ちゃんみたいな、もう超絶対尊敬してて、うん、だから、そうそう、敬語なの弟がお兄ちゃんに敬語なのめっちゃ今ちっちゃい声で確認してるけどね拾ってるからね全部それはいはい、そう、まずここでびっくりして、でもまあそれびっくりしたんだけど、で、ある日ひろきが誕生日だったの。おで、高弘それを覚えてなくて、うん、今日弘樹誕生日じゃねってなった時に、うん、あ、そうじゃんってなって、高が弘樹に電話して、うん、あ、もしもしって弘樹出て、で、高が急にお前今日誕生日だったんだろ言えよとかわけわかんないことを言って、うん、で、弘樹がいや全然なんかなんて言ったらいいかわかんなくてとか言って、
そういうのは言えよっつって普通に言えばいいんだよとか言って、あすいませんってなって、でそんで切る時にじゃあ明日プレゼント買ってくかなっつって切ったの。俺しびれたよ。本当相当しびれた。あそ そう、もうちょっと不思議な兄弟だからね。うちちょっと家族関係が複雑だからね、まあ、ちょっといろいろあるから、まあ、あれだけどね、まあそういう一面はちょっと、ね、弟にだけ出しちゃう、じゃあ明日プレゼント買ってなんか買えるわ、うん、でもそれも別になんか狙って言ってるとかじゃないでしょ。普通に、そう普通にそう。素がかっこいいんだから。俺もまだそういう数、その高の数めっちゃ見てるわけじゃないもん。もういいから、じゃあ次、はい、ゆうくん、こうゆうくん、実はこれ俺はもうずっと思ってたけどね、うん、あの本当にね、今もこの状態もそうだけど、すぐ嫉妬する。そう、本当にそれはでも実はだよ。すぐ嫉妬するんだよ。もう2回目ぐらいで思ってた。半端ないよね。すごい、何に対しても。そう、でもそれはいいことだと思うんですけどね、普通に。本当にそうって思ってる。うんうん、すげえ可愛いもんだって、それは。だって、なんかこの前対談した時があって、うん、その時に言ってたのが、もし仮に彼女ができたら、うんうん、年末にジャニーズのカウントダウンを、うん、なんか彼女が見ると怒るの、うん、なんでそれ嫉妬しちゃうの。そこに嫉妬すんの。いやだから僕は、うん、常に夢は叶うっていう精神でいるんですよ、うんうん、もちろんもちろん、うん、だから、うん、例えばね、うん、まあ例えば誰かいましたと、女の子、はいはい、別にそれは僕と付き合ってる付き合ってない関係ありません、はいはい、女の子いました、うん、その女の子がいやもう佐藤健かっこいいみたいな、うん、結婚したいとかって言うじゃないですか、うんうんうん、僕はあながちできるかもしれないって言ってやりたい、うんうん、そう諦めんなと。自分が夢は叶う、自分が好きな人とかだから自分が例えば好きになった人が、うん、そういうふうになんか冗談なのか本当なのか分かんないけど、なんかもうなんかその分かんない、テレビ出てるさかっこいい俳優さんでよくなると、もうあの人とだったらもう何でもできちゃうとか、一夜を共にとか言ったら、なんぞできるかもしんないじゃんと。そう、それをその情熱を注げそっちに、できるかもしんねえんだからよって思って、それを言いたくなる。でそれを言うっていうことは、もう僕といないじゃないですか、その将来には、うん、なるほどね、その人が思い描く未来の中にはもう僕はいないわけですよ、うんうん、そうなったら寂しいじゃないですか。なるほど。そうだから、やきもちを焼くというよりも、そう、その時に寂しさを覚えるんです、僕は。それはさ、どっちが優先なの？その、叶うかもしれないじゃんっていう、そう、もともとある感情じゃないですか、ゆうくんが持ってる、もともとの感情と、はい、でもそこには、その今、現在自分が好きな女性がいて、うん、はい、でその女性が言ったことに対する、うん、まあ、いわばやきもち的な気持ちもある。あります。こう、それを瞬時に天秤にかけるわけじゃないですか。うん、どっちが微妙に先に出ちゃうの、嫉妬なの、それともその叶うだろうっていう気持ち、どっちなの、嫉妬？嫉妬かも。そりゃそうだよ。可愛いね。いやいや、でも俺それはね、分かるけどね。でしょ、いつもそうやって言うじゃん。いや、みんなあるよね、それは、うん、でもそれが如実で、そう、如実で、それを、まあ彼女にだけだったらまだいいんだけど、うん、なぜか男友達にまで君の嫉妬が。別に迷惑をかけてないじゃん、別に。でも なんかこう、やめろよとはやんないじゃん。俺の前でイチャイチャってやってないじゃん。それやりだしたらまずいよ、それは。それは やんないし、だ僕は別に誰といてもそういうことをしないですよ、別に。そんななんか、うん、焼き餅を焼いているというアプローチはしないですよ、全然。本当？心の、え？本当？若干気使う時あるよ。そう、だからその空気のアプローチはしてないけど、空気感は出しとるよ。さ、だから本当に。ちょっと待って、2人のさ、実はリアル佐藤健、リアル高橋、かっこよかったじゃん。なんかいい話だっただろう。リアル高橋。月刊高橋ユーストリームなんだって、以上。そうだよな。高橋ユーのいいところ。いいところか、いいところなんかいっぱいあるでしょ。でも実はっていうのが難しいよね、うん、そう、実はか、俺らしか知らないっていうね。そうだね、俺らしか知らないところない、ね、あ、でも知ってるかもしれないけど、うん、実は昔すごい髪型だった。え、これ、え、ゆうくんが。そうだ、これ知ってるの、うん、みんなは。いやー、あんま知らないかもしれない。昔って何、いつの昔。もう10代の時とかでしょ、うん、あれ、どんな髪型。俺それ知らないんだけど。結構まあ同じ髪型でいるのがあんまりじゃなかったの、うん、結構変わるよね。そうそうそう、今ね、普通に坊主にしてたりとか。坊主？そう、モヒカンみたいな風にしてたりとか、いろんな髪型でした。色なんか金髪、なんか本当完全に全部脱色したやつで、しばらくずっといた。へー、似てるわ。、うん、俺も一緒だった。
まあそんなどうでもはいはいどうぞ。そうそうそう、そんな、でもそんな感じ。あとで昔の写真とか見せてもらって、うん、超びっくりするよ、うん、なんかよく言うよね、髪型コロコロ変える人は精神的に安定してるイメージ悪くなってないですか僕ら。そうだねごめんね、なんか大丈夫、うん、そうだね、はい、リアル、リアルそんな感じですかね、うん、はい、はい、次は見ている皆さんにツイッターとコメントで参加していただきましょうと。イエイ。そう、これですよ、ユーストリーム。それやりたいんだよ、つや。そうそうそう。これパソコンここに置いてみんな顔見えるかな。あ、大丈夫か。はい。こうしたらみんな見えるね。3人とも見えるでしょ。見えますよ、はい、うん。あ、結局嫉妬かよとか書かれてる。もうでもさ、嫉妬って大事だよね、うん、嫉妬なんか、うん、嫉妬ってね。あ、すいません、持ってくれちゃったでも僕がやきもちを焼かなければやっぱあのできなかった曲とかも多分あると思うし、あるし、気づかないからそういうのを出さないとね、うん、そう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 、うん、それはすごいある。あとね、あの2人は本当に仲がいい。あ、俺ら、うん、まあね、うん、もうずっと一緒だからね。同い年なんだよ。そう、同い年なの。知ってる、知ってる。まあ微妙、まあね、うん、俺同い年じゃないの。まあ、でも出た、ほらもうすぐ出すでしょ、そうやって嫉妬言うが嫉妬言うがすぐ顔出すから、もうね、そういう時だけの目がねすごい目してるからね。もうだってさ、子供、連絡してよ、じゃあ。え、そうなんだよ。連絡しただろう、昨日連絡しただろう、昨日、昨日でしょそれ、昨日でしょ。よろしくねのやつでしょ。いやだからね、しばらくです僕は。だからそう、さっき喋ったけどいろいろ言ってたんですよ、全国各地で。まあ、歌を歌わせてもらってたんですよ、うん、知ってる。で、終わったら、終わったら会おうって思いながらそういういたんですよ、うん、で、まあ今日になっちゃった。そういうの言い訳って言うんだよそういうの言い訳って言うんだよ。みんなのはいはい、はい、読んでいきましょう。はいはいはい、はい、みかん美味しいだって。グダグダ感がいいって書いてある。みかん超美味しいよ、みかん美味しいよ、みかんうまい。ゆうくんの昔の髪型見たいってよ、うんうん。たか半袖かよ。半袖じゃ寒い、寒いですね、うん、大丈夫か、すぐ風邪ひくから。かわいいって書いてあるけど、誰のこと。嫉妬言う、嫉妬言うって書いてある。嫉妬言うですよ、嫉妬言う。嫉妬言うのイメージついちゃうから。まあよくねえんだよ、これ。ついてるよ、絶対。書かれるんですよ。え、でもさ、ライブ中とかはあんまり出てなくない？え、逆にこういうの見るの初めてでしょ、多分ゆうくんが。多分そうだとは思うね。うん、そうだとは思う。ライブの時はだって嫉妬しようないもんね。いや、ライブの時はライブの時は俺嫉妬する。誰に、誰にするの。バンドメンバー。なんで。だってさ、あの僕の本当に勘弁してもらっていいですかいやいや、本当に、ね、サポートメンバーの人たちって、うん、かっこよくないですか。なんかあの、まあ、僕いつも高橋優って一人でやらせてもらってるんだけど、うんうん、武田だってほら最近ほら、うん、結構ステージ歌う時とかもあるじゃないですか、うんうん、そういう時サポートメンバーでバンドがついたりするじゃないですか、うんうん、ああいう人たちってさ、寡黙にこうドラムをただ叩いて、寡黙にベースを弾く、うん、で、なんか一応バンド名ましょうかって言って、うん、ベース誰誰とかやるじゃないですか、うん、その時だけなんかこうスポットライト見てその人が主人公になる人みたいな、そのなんかギャップっていうの。普段は俺はあの引き立て役に回るぜ、だけどやらせたらこんなやっちゃうぜみたい な、 なんかそのギャップに多分コロッとなんかこうちょっと待って、バーってみんな言ってる感じがしてなんかかっこいいな、そういうポジションっていう。じゃあもう一人でやったらええやん一人でやったらええやん、もう本当に。皆さんからの。そうなんだよな、でもな。え、あ、分かるでしょ。いや、僕は分かります。僕も焼き餅焼くんでね。ほらほらほら。あ、そう、はい、あ、そうですか。そうです。僕全然焼きません。焼かないんだ。焼きませんね。なんで、うん、もうだって信頼してる人と信頼してない人の差が激しいから。この人は好き、この人嫌いってめっちゃはっきりしてる、うん、でその逆に嫉妬する必要がないっていうかね。ほら、言うことかっこよくなってきた。ちょっと何なのこの空気やめようよ何なの本当に。いやだ、なんかそこら辺がなんか憧れんだよな俺はそういう男になりたかったそういう性格で本当にそう思ってれば苦しくないじゃん、うん、そこに関してはこのままね、飲み行きたいね、もうね。飲み行きたい。今ちょっとみかんしかないけど酒欲しいんだよね。酒欲しいね。なんかちょっと、ね、口惜しいからみかんどうしても食べちゃう。みかん食べよう、みかん食べようじゃん。口惜しいから。みんなのやつ、みんなのやつ、うん、みんな可愛いんだよね。ゆうくんツイート読んでって書いてある。おっ、すみません、ゆうさんは一番だよ。だってほら、ありがとう。一応高橋ユーストリームだしさ、それは僕の方が見てくれてるところもあると思う。すぐだな、本当に。ゆうん、ユーさん異常って書いてある。うん、佐藤、まあ、これ高に賛成って書いてあるわ。ほんと、うん、まあそうだよな。
そんなことないよ。焼き餅かわいい。このみんなさ、ツイッターやってる人たちはゆうくんのライブ見たことあるのかな。全員ない人もいるよ。ない人もいると思う。行ったほうがいい。うん、絶対行ったほうがいいよね。行ったほうがいい。タカさん男らしいって書いてあるな、ほら。タカやばい、かっこいいだって。だもう俺の話はいいし、アップすぎ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 。かっこいいんだよ、タカは。本当に。そういうの照れるから。知ってる知ってる。やめてやめて。タカさんかっこいい。タケル君困ってるって書いてあるよ。困ってるの？困ってないよ。名言誕生って書いてある。うん。テーマ？あ、やりますか。はい、ここでじゃ あのツイートしてくださってる皆さんに、うん、あのテーマをね、うん、募集しようと思うんですけど、この3人がもしバンドを結成するとしたら、うん、そのデビュー曲のタイトルは何がいい。なるほど、はい、そのテーマで皆さんからあのメッセージをね募集するんで。そうそうそう、なるほど、うん、つぶやいてほしいわ。そう、つぶやいて、つぶやいて、そう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 、みんなで、3人が、我々がね、それぞれ気に入ったタイトルを送ってくれた方にプレゼントがあります、うん、いいですね。プレゼントなんて、高橋ユーストリームこれ今まで初じゃないですか。ありましたっけ前も。ないよね。いいですね。プレゼントですよ。だからみんなにツイートしてもらうでしょ。で、我々これ見ながら、もし気に入ったのあったら言ってください。で、それを、あのその一番気に入った人に、それぞれ、うん、あの3人からプレゼントをあげるっていう。オッケー。はい。これじゃあ見てた方がいいね、ずっとね。うん、そうだね。これでもちょっと時間、7月ライブ行きます、行ったよ、ワンクさん来てたね、うん、だって今ゆうくんのライブの話だもん今。本当だ、ちょっとね時差があるからね、うんうん、そうだそうだ、うん、多分そのうちね2分くらいずれてすぐ来るよ、うん、悪ゆうさんの顔、うん、いやでもね本当にライブ行ってもらいたい。ゆうくんのライブはね本当にどこに行っても高橋優だよね、本当にね。そう思わない自分で、うん、まあその自分でライブをするからには、うん、やっぱその高橋優っていう、なんていうんですか、色とか、うん、その自分らしさみたいなものがしっかりちゃんと出せないと、うん、来てくれてる人たちに申し訳ないっていうか、うん、その自分っていう空間を一緒に楽しみたいから、うん、それはもう精一杯体全部で出そうと思うんだけど、でもそれを言えばワンオクロックだってそうだよ。いやいや、もう俺らはほら、うん、なんていうんだろう、常にこう塊みたいな感じだからさ、うん、なんかその言ったらその前に出てるバンドとかの影響ももろに受けちゃうわけよ、うん、だけどゆうくんってやっぱ言ってもソロじゃない、うん、だしやっぱそこに来てるお客さんは、うん、まあ、うちらもそうかもしれないけど、うん、絶対ゆうくんだけしか見てない、もう 100% うん、そこにいるお客さんで。俺結構去年の夏とかすごいね、うん、フェスも一緒で、ね、一緒の時は全部見させてもらってるんだけど、うん、逆にその今日のライブは微妙だったなみたいな言わんのかなと思って。俺が、そう、あ、安定してる。いやもう本当にすごいんだよ、発揮するよね、わかる。もう超そこはもう本当そこら辺の人に負けない、マジすごいなと思うんだけど、うん、いやでもやっぱりいろんなみんな出てる人たちすごいじゃない、ああいうフェスに出てる人たちっていうのは、うんうんうん、基本的にはやっぱりものすごいことをやってる人たちばっかりだから、うんうん、自分がそこでどういうあのパフォーマンスができるかってことはいつも結構悩んだりするんだけど、うんうんうん、でもやっぱ行き着くところは自分らしさとか自分の書いた歌詞が一言でも多く聞こえるように歌いたいとか、うん、自分の音楽を少しでもこうみんなに聞こえるように大きな声で歌おうとか、うん、そういうなんかすごくあのシンプルなところに立ち返ってステージに立つようにはしてる、うん、でもまだまだっすよ。いやーすげえ、本当にまだできることはあると思ってる。ちょっと教えてほしいもんね、コツを。いやーめてよそんな、こちらこそですよ聞きたいこといっぱいありますよ。さでもそろそろ俺決まった、もうほら、なになに発表していい？はい、バンド名でしょ。バンド名でしょ。タイトルじゃない？曲？うん、デビューシングル。デビューシングル。これいいじゃん。これバンド名かと思った。あ、バンド名もでもいい、ね。やばくない？バンド名。バンド名。ちょっと待って、ちょっと待って。これ？うん、これがいい、うん。これいいじゃん。いいでしょ。何？嫉妬とカリスマとタケル。そうだね。おかしいじゃん。ちょっと待ってよ。おかしいだろ。一応ね、メインのユウくんは一番最初に来てますから。ユウくん一番最初や。知ったとかありそう。一番前に来ていい言葉じゃないし。一番最初の言葉決めるんだよ、イメージ。名前いいやん、めっちゃ。嫉妬とカリスマとタケルでしょ、うん、
僕だけ良くないじゃん、うん、名前じゃん、名前や、俺は褒め言葉じゃん、褒め言葉、嫉妬ってなんだよなんか陰険じゃん、嫉妬って嫉妬っていう言葉ってさ、なんかドロドロしてんじゃん、俺陰険って言葉大好きなんだよなんかイメージ良くねえぞ、でもやっぱ嫉妬が多いね、嫉妬とみかん、嫉妬とみかん、さっきジェラシーズってのもあったね、こたつとみかん、優、うん、に嫉妬の優三角関係、優に嫉妬の優、三角関係多いね、面白いね、みかん三兄弟ってなるよ、こういうさツイート上げる人ってさ、ツイッター上げる人ってさ、うん、センスがいいんだよね、みんないいんだよね、こればっかってんだよ、きっといやいやいや、そんなことない、違うそんなことない、そんなことない、それはねえな、それはねこたつでみかん、三角関係とか多いね、でもね、なんで三角関係、三角関係、うん、嫉妬言うて英語で書いてある、嫉妬言うていいじゃん、俺三乗ってなってるそれ俺の仮面ライダー、 TTT だったよ、たけるたかたかはしってことか、そう、うん、確かにね、うん、3T やね、僕だけ名字だけどね、それ、うん、もうさ、いちいちいち、もう嫉妬だよ、嫉妬じゃん、もう嫉妬いいじゃん、嫉妬でええやん、もうゆうくん、嫉妬って曲作ったことないっけ、まだない、作ってよ、マジか、でも嫉妬っぽい歌はあるよ、あのなんか片思いの歌とか、嘘、そうそうそう、なんでこっちを見てくんないんだみたいなことあるけど、うん、嫉妬もういくない、嫉妬もういい、嫉妬、うん、嫉妬つらいよ、じゃあ嫉妬やめよ、いやいや、やめなくてもいいんだけどなんか、俺なんか嫉妬っていうイメージがついたね、俺にね、そうね、ついた、うん、あんまり嬉しくはないよ、嬉しくない、何が、じゃあ逆に何が嬉しい、嫉妬言うと友達、目指すところトリプル T、ピュア3って書いてあったよ、いいじゃん、ピュア3、いいじゃん、ピュア3、そうそういうね、たまにそういう褒めの、お褒めの言葉いただけるとありがたいよね、まあでもピュア、まあ言ってもね、3人ともピュアだからね、ゆるゆる、ゆるゆる、ゆるゆる、カムントシット、まあいろいろありますから、そういうのあんまりいじないそうだ、そうだ、愛しないのがいいんだ、ごめんごめん髪型をコロコロ変える人は自分に自信があるらしいよって言ってて、え、そうなんだ、うん、でも髪型をコロコロ変える人は情緒不安定っていうのもあるね、いろいろある、なんかイメージ悪いぞ、めめしいゆうって書かれてる、みかんが見た景色、いいじゃん、みかんが見た景色、あ、もうこういうことです、曲名だもんね、そう、あ、曲名で言えばそういうのいいね、みかんが見た景色いいね、うん、気に入ったやつあったら覚えてくださいよ、これ好き、みかんが見た景色、うん、いいね、でもトロトロさん可愛いしね、なんかみかんトロトロ、うん、嫉妬から始まる恋なんかそれちょっと良くないな、ジェラ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 ってアイスみたいな、ジェラメガネと嫉妬とみかん、なんかありそう、うん、部屋とワイシャツと私、そうだよ、ね、それや、それ系あるよ、結構、うん、嫉妬とツンデレとタケルってさっきからカリスマがタケルは変わんないんだよねタケルは変わんない、イケメン2人と時々メガネイケメン2人ってなんだよ、まあ時々メガネ、時々メガネいいじゃん、そうだよ、俺ら時々しか書けないから、うんうん、なんかすごいすごい、僕メガネとカリスマとタケル、メガネとカリスマとタケルやっべえな、うん、言う嫉妬しちゃいないよ高橋タケルって書いてあるけどねうまいね高橋タケル、うまいね、うん、タケルとタカと時々しあ、剣だな、ね、嫉妬インコタツ、うん、嫉妬言う、なんかあの嫉妬ってあのシッのそうシッかかかかっちゃったんじゃん、シッ言う、シッですね、シッインコタとアイアン、でも見てたらもうどんどん来るんじゃん、うん、だってもう新しい店で、みかんは知っている、いいね、うん、みかんとみかんと時々みかん、みかんだけじゃんこたつクラブ前鏡、うん、やっべえな、あすげえすげえ来てるね、いいね、でも俺決まったな、さっきのやつ、ね、俺何にしようかな、タケルも決まってんでしょ、俺あの嫉妬とカリスマとタケル、タケル、ちょっと待って、タケルとタケルとタケルってそれタケルだね、それタケルだね、3人おるな、どっかには、うん、へえ、
ユーモアあるな。前鏡。前鏡。嫉妬 100%。うん。忍たま。嫉妬するツンデレ南ちゃんってある。なんかそういうバンドいそうでも。みかんボーイズ。みかんボーイズね。銀杏。銀杏、銀杏さん。モヒカンと金髪とドレッド。過去の髪型特集でございます。そうですね。それぞれのね。君と剥いたみかん。エロいね、なんかね。ね、うん、剥いたみかんのさ、いいねとか。いいよね。いいね。なるほどね。うん、こたつから奏でるね。あ、そうそう、決めなきゃいけない。でも2人決まってる。俺も決まった。じゃあ僕も、まあ、一応インパクトがあったから。ある？決まりました。はい。見て。はい。あ、これもいいね。メガネのジェラシーって。あ、いいじゃん。うん、いじられやろう。何それ言ったの今。書いてあったの？あの適当に。タケルが言ったの。書いてあった。急に何言い出したんだろう。はい。はい。じゃあ一人ずつ発表していきましょう。はい。あ、でもどちら様がつぶやいたかわかんないけど、後で調べる。うんうん。名前はちょっとだけ調べるとして。じゃあ。はい。誰から？佐藤タケル賞からいきますか。佐藤タケル賞は、はい、嫉妬と。カリスマとタケル。うん。佐藤、ね。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。そして僕タカショーはですね、はい、みかんから見た景色だったっけ？あったね。あったな。あったあった。そう。うん、それがとろとろ1999だったかな。おお、覚えてる。覚えてる。はい。そう。そういうところタカなんだよね。そういうところ。覚えてるんだよ、ね。はい、これ言ってほら。僕はね、もうあのシンプルにね、ジェラシーズっていう。おお、ジェラシーズ。もう一色たにしちゃったっていうね。しちゃったね。まあでもいいですよ。いいです。焼き餅は焼くって言ってたもんね。焼くけど、それをなんかこう、うん、出さないとかね、うん、その価値観でこう信じてるっていう、ね。そうです。そう。でも焼き餅は焼くってことだから。うん、焼かない人っているんですか、逆に。だなんだろう ね, ね。僕は分かんないな、焼かない人の気持ちが。うん、焼いてばっかりいるからね。そうそう、うん、そう全身全霊で焼くでしょ。全身全霊だもん、ね、焼いてばっかり、うん、いいですよ。はい、はい、で、おめでとうございます。イエーイ。はい。で、そのプレゼントなんですけど、何をプレゼントするかというと、うん、今から分かります。おこれ続きの次のコーナーが。みかんあげちゃう。これね、でも本当に美味しい。美味しいね、これ本当に美味しい、うん、みかんにしよう。みかんにしちゃう、うん、ちゃんと冷やしておけないとね、うん、悪くなって痛んじゃうからね。届く頃に、ね。次のコーナーがお知らせシャッフルって。何、はい、3人ともそれぞれ、自分のお知らせがあります。はい。で、そのお知らせを書いたフリップがあります。はいはい。それで、あのそのフリップにはあのそれぞれご自身が書いたお知らせが、はいはい、ご自身が書いたお知らせが書いてあります、うん、そのフリップにはね、うん、で先ほど当選した選ばれた方は、はい、その直筆フリップをプレゼント。イエーイ。いいですね。みかんもつけますか。じゃあみかんつけるとよく冷やしておくよね。痛んじゃない。届いた時食べれなかったらね、申し訳ないからね。そのフリップを。優しいな、優しいな、優しいな、本当に。そんなことないよ。伊達に言うじゃないね。本当にね、優しい。本当？優しい。優しい。さすがです。うん、やっぱお兄ちゃんだよね、実は本当に。うん、いつも陰でちゃんとこう支えてくれてると思う。大人だな。大人だ。だってみかん傷んで届いたらさ、ね、食べられないじゃん。知らないけどさ。それではフリップを仲良くシャッフルします。おいっす。だからなんかその。まあ、なんかお知らせがあるでしょ、はい、それをその人がそのままお知らせするっていうんじゃなくてシャッフルして引いたやつをお知らせする。お知らせする、うん、だからもしかしたらタケルのお知らせをタカがしなきゃいけないかもしれない、うん、みたいな、うん、もうはちゃめちゃになって、うん、はい、でパソコンはとりあえず下にまた置きます。ありがとう。はい、はい、シャッフルしとる。シャッフルしてる。はい、じゃあシャッフル来ました。じゃあみんなで弾こうか。で、伊勢ので弾く。うん、はい、じゃあはい、俺もの。はい、伊勢ので。はい、はい、せーので、じゃん。お、はい、はいはい、じゃあ一人ずつ行こう、一人ずつ行こう。
どうする誰が行きますか。どう考えてもゆうくんが出してるわ。ゆうくん以外で全員まだ出してるわ。じゃあこれ僕、はいはい、はい、そう、これですね。お、ありがとう。佐藤健です。イエーイ。はい、舞台やります。やります、はい、2月5日から一般チケット発売、はい、東京は5月2日から5月27日まで、お、大阪は5月31日から6月10日まで、yes. タイトルはロミオとジュリエット。すごいね、名作ですよ。素晴らしい。これ初舞台ですよね。そうです、初舞台。たけるくん初舞台だと初主演と、これはすごい、はい、すごいじゃないですか。こんなこれもね、これもなかなかね、ダーッ来てね、頑張るねって、これ書いたのたけるくんですよ。これ書いたんですよ、たけるがね。来てねって、頑張るねって。2月5日からチケットが発売するので、2月5日からもしよろしければ皆さん、はい、行きましょうね。楽しみ。いや絶対行く。ありがとう。絶対行くよ。行こう、一緒に行こう。これは見たいですよね。見たい。これですね。はい、じゃあこんな感じで大丈夫ですか。はい、完璧でございます、はい、ありがとうございます。ジュレット、次は、次で僕が行きますわ。はい、はい、じゃん、でんでん先日行った横浜アリーナの公演がワウワウにて放送。はい、ワンノックロック、はい、タカ、はい、もう全面ですもん、これもう全面ですね、はい、これ横浜アリーナ僕も行かせていただきましたけど、はい、ありがとうございます。見たかった、本当に寝せないだね。僕なんかフリーライブをやっていただいた、最高すぎた、史上初、史上初ですか。そうだよね、びっくし、嬉しいですよ。ちょっとね、僕ら的にはね、うん、まだもうちょっとこう頑張りたかったなっていう部分も残しつつなんでね、うん、まあ、それはみんないろいろあると思いますけど、うん、やったら毎回言うじゃないですか。いいじゃないですか。そうですね、そういうところがまたね、未来を感じるんですよ。頑張ります。いやでも本当に良かったですよ。かっこいいじゃない。ありがとうございます。これいつ放送ですか。3月ぐらい、3月ぐらいですね。3月ぐらい、はい、3月ぐらいにやるので、まあ、お楽しみにしてください、はい、放送よろしくお願いします、うん、お願いします。はい、さあ、じゃあこれ最後ですね。最後ですね。もう今日の主役でございます。はい、じゃん、高橋優くんのセカンドアルバム、この声、2012年3月14日発売決定。はい、イエイ。これね、ちょっと漢字が間違ってます、ね、ちょっとね、あの多分この声っていう部分を ね、ちょっともう一回言いたかったでしょ、多分ここで間違えちゃったね。でもいいじゃないですか、発声、発声ね、この声、この声決定2012年3月14日発声決定っていいな、いいな、ね、3月14日になった途端ね、そう、ああこの声みたいな、この声っていうね、いい感じです。大々的に発表することではないな、発声だからね。いやでもすごいですよ、うん、もう最近本当に、いや楽しみだわね、いろいろなんかこう今まで積み上げてきたものとかも、うん、多分一気にこのアルバムに、はい、きっと凝縮されてますよね。す、もうできてるでしょ、本当は。そうですよ、くれ、え、くれって早く聞くよね、毎回こうなんですよ、もう。でも、ほら、ね、結構ちゃんと旅行で下やいながらもらいに来るからね。そうだよね、もらいに来てくれるんです。すごいよ、車とか乗るとね、ずっと高橋流れてんだから。いや、僕が乗った時はワンオクロックか。あ、じゃなんだそう、そう、俺の時は大体高橋。それもなんかね、多分なんか、うん、あのレコーディングしたてみたいな感じのやつ聞いてた、うん、あ、そう、聞いてた、聞いた、聞いた、聞いた。そうそうそう、まだその、ね、できてない段階から欲しい人だもんね。そう、うん、いつもそうだよ ね、 そうだよね、早く作れっていう人、しかも作り終わった直後なのにもう聞き終わったら、うん、早く次の作ってみたいに言われない。そうそう、で、ね、さっきの焼き餅の話じゃないけどさ、僕がね、シーディタイプできましたと、はいはいはい、それでまあリリースはまだですよ、うん、でもなんかこうちょっとずつこうなんかこうね、資料用とかでまあできたりするんですよ。はいはい、あります、あります。で、そのお店に渡したりするんですよ。はいはいはい。それで例えばタケルよりもお店に先に行っちゃってる場合ね、うん、ちょっとって言われて言うんですよ。そうなんですよ、まだもらってないですけどみたいな。いやでも本当にそうですよ。他の人がね、もらってるとか、ゆうくんの新曲聞いたとか言うと、俺まだもらってないの。俺が一番じゃないとダメだと。そうなんだよ、うん、いやもうでも覚えるのも超早いから、すごいよね。カラオケとか行ったら本当全部歌えるもんね。全部歌える、歌える、うん、すごいよね、あれは。ワンオクロックの歌も全部歌えるもんね。高橋も歌える、全部歌えるよ、俺らの歌歌えるよね、うん、全部歌える、うん、本当にびっくりします。知ってる、すごいと思う、うん、はい、聞く、嬉しいですよね、うん、だからたくさん出してほしいんです、曲を。早く頑張って書いてほしい、ね、一番しんどいから、タケルが歌うためにそうどんどん書いてほしいんだ。頑張らないと。頑張ろう。そうですよ。いやいや、でも本当にこのアルバム
めっちゃ楽しみでございます。3月14日ホワイトデーですね。ホワイトデーだね、うん、はい、ロミオとジュリエットもね。ありがとう、よろしくお願いしますよ。よくありもね、ね、これ本当に行きたいな。これね、初舞台って、初は1回しかないからね。そうですよ、初舞台、毎回が生ですから。ほんまやな、すごいよ。これは記念すべき舞台です。いや、うん、頑張りますわ、はい、頑張りましょう。まあみんな頑張りましょう、はい、一生懸命頑張りましょう。ということで、はい、お二人とはお別れの時間が。嘘、嘘、まだちゃんと喋ってない気がする。全然喋ってない気がする。うん、マジで大丈夫ですか？え、大丈夫。いや、いいと思う。なんか嫉妬の話しかしてない気がする。してないよ。嫉妬の話？そう、嫉妬の話は俺の時しか喋ってないよ。二人の話した時は二人のいいとこすげえ喋ってたよ。全然。なんか弟とツンデレだって感じから始まってさ。なんかでも普段すぎない、これ大丈夫？普段すぎたね。普段すぎたよ、ね、大丈夫。お酒入ってないから今日は。あ、そっか。そこはまだ大丈夫。そうだね、まだ大丈夫、うん、全然。割と冷静な方の3人が今日は、はい、はい、ということで今日のゲスト、あの高橋ユーストリーム初ゲストでございました、佐藤健くんとワンオクロックの高くんでございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。さよなら。さよなら。よし、散らかしてたら持ってか、ごめんね、なんかね、ごめんなさい、ゆうくごめんね、なんかいいんだよ、いやいや、申し訳ないね、ちょっと、よし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 、申し訳ないね、ありがとうね、はい、バイバイ。よいしょよいしょみたいな感じで、お送りしてきました。これなんかずるいよね、僕だけがもう一回ちゃんと宣伝できると申し訳ないです。あのちょっと高橋ユーストリームっていうところで一応僕の宣伝を最後にさせてください。まあ、さっき高にあのちゃんと報告してもらったのですごくありがたかったんですけど、3月14日にセカンドアルバム、発売することが決定いたしました。タイトルはこの声でございます。本当にもう自分 の今の全部を詰め込んだアルバムです。ぜひとも聴いていただけたら嬉しいなと思ってます。よろしくお願いします。はい、じゃあ、最後にですね、もう一曲歌を歌って、終わりたいと思います。先ほど歌わせていただきました卒業という、シングルのカップリングに収録されています人と人という曲を歌って終わりたいと思います。今日どうもありがとうございました。人は人を閉じ込めとくために檻を閉めるけど、人は人を解き放つための鍵も持っていて、人は人を殺めるための兵器を使えるけど、人は人を励ますための楽器も使える。人は人を憎しむから毎度戦ってるけどさ、人は人を傷つけるために悪口を言うけど、人は人を笑顔にできる言葉も知っている。人は人を差別するために境目を作るけど、人は人を受け入れるための器も持っている。人は人を疑うから今日も遠ざけ合うけれど、人は人を信じるから僕らは出会えたのさ。 I love you I love you I love youI love you.
君は君のことがわかんないから泣いてるの。僕は君を笑顔にできる言葉を考える。人は人を怖がるから怯え合っているけれど、人が人を助けるから僕らは生きてるのさ。 I love you,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  I love you. またお会いしましょう。高橋ユーストリームでございました。